アルフレッド・ハウ・テリーは、アメリカ合衆国の弁護士から、アメリカ陸軍の職業軍人となり、南北戦争の時の北軍将軍となった。1886年から1869年と1872年から1886年には、ダコタ順州の軍事指揮官だった。テリーは、コネチカット州ハートフォードで生まれたが、すぐに、同州ニューヘイブンに転居し、そこで、 子供時代の多くを過ごした。1848年にイエール大学で学んだ後、弁護士となり、入兵分軍の軍上級裁判所事務官に指名された。南北戦争が始まった時、テリーはコネチカット志願兵連隊を立ち上げ、これを指揮して大佐に指名された。この連隊は、第一次ブルランの戦いに参戦し、 その後サウスカロライナ州に配転された。1862年4月に志願兵の巡庄に指名され、第10軍団のモリストー師団の指揮官となった。1863年のチャールストンとモリストーに対する包囲戦に深く関わった。テリーの直接指揮下の部隊が、 グリーンボールズランディングの小戦闘を戦い、その後1863年9月にワグナートリで占領に成功したが、翌年に第10軍団全体は北のバージニア州にあったベンジャミン・バトラー少将のジェームズ軍につけられた。テリーのモリストー師団は第10軍団第1師団と呼ばれるようになり、リッチモンド周辺のバミューダハンドレッド方面作戦で、 プロクターズ・フリークの戦いに参戦した。ピーターズバーグ包囲戦が始まると、テリーは、チャフィン農園の戦いなどジェームズ側より北での戦闘を続けた。10月に、第10軍団長デイビッド・ビーバーニー順将が、病死したとき、テリーは短期間軍団長を引き継ぎ、その後取り消された。その指導力は、問題とされなかったが、南北戦争のこの時点までに、 同僚の多くが成し遂げていたような戦場での功績がなかったためだった。第二次、フィッシャートリデの戦いで指揮を取るアルフレッド・テリー、将軍、1865年1月15日。この戦争で、テリーが成し遂げた最大の功績はフィッシャー、トリデ遠征軍団の指揮官となった時のことだった。ベンジャミン・バトラーが1864年末にフィッシャー、取に対する、 遠征隊を率いて失敗していた。テリーは、ユリシーズ・グラント中将の信頼を得て、トリデに対する2回目の遠征でその陸軍指揮官となった。バトラーと違い、テリーは海軍少将,将、デービッド・ディクソン・ポーターの率いる戦隊とうまく、協業した。1865年1月15日、チャールズ・ J ペイン殉将指揮下の黒人兵一個師団を派遣して、 フィッシャー取り出北のブラックストンブラッグ将軍が率いる、南軍が近づけないようにした。もう一つの師団であるアデルバート・エームズ事務所の部隊は、砦の北側に向かわせた。ポーターの船隊からの艦砲射撃に続いて、陸軍による激しい白兵戦が起こり、北軍は、砦の占領に成功した。テリーはフィッシャートリデでの功績で、志願兵の少々と、 正規軍の順勝に昇進した。2月には、援軍が到着し、ジョン・マカリスター・スコフィールド少将がウィルミントンに対する、作戦の全体指揮をとった。ウィルミントンの陥落後、フィッシャー・トリデ・遠征軍団は、第10軍団と改名し、テリーが軍団長に留任して、カロライナ方面作戦の最終段階に参戦した。テリーは、 この戦争の中で現れた軍歴のない将軍の中では最も有能な者の,の一人と考えられている。戦後、テリーは軍隊に止まった。1866年から1867年にかけて、ワイオミング巡州とモンタナ巡州で米軍が行った、数族インディアンに対する一連の攻撃では、ララミートリデ条約の交渉に貢献して和平を結んだ。 1869年12月22日から、ジョージワ州アトランタに本拠を置く、第三軍自治区の最後の軍政府長官になった後で、クークラックスクランに対する強力な反対者となった。1876年から1877年にかけて、現在は100周年キャンペーンと広く呼ばれている、インディアンに対する民族浄化作戦で、 モンタナ巡州を西方に行軍するアメリカ軍部隊の指揮官となった。他にも、ジョージ・クルックが南から、ジョン・ギボンが西からそれぞれ部隊を率いて、同じ目的地に向かった。テリーの部隊は、リトル・ビッグ・ホーンの戦いの直後に戦場に到着し、ジョージ・アームストロング・カスター部隊の意外を発見した。1877年10月、保留地政策を拒否して、 カナダに逃れた数族の一団を追い、名高い戦士シッティングブルと交渉した。ネペルセ戦争ではまだ、モンタナの指揮官であり、保留地政策を拒否して、カナダへの逃亡を図った、ジョセフ州長たちネペルセ族の一団の亡命を、武力阻止するために援軍を送った。1878年、テリーは、大統領特別委員会で、ジョン・マカリスター・スコフィールド少将と合流し、 フィッツ・ジョン・ポーターの軍法会議による判決の再調査を求めた。委員会はポーターが命令不服従と違法行為の過度で有罪とされたのは不公正であると結論を出した。1886年、テリーは少々に昇進し、イリノイ州シカゴに本部を置くミズーリ師団長を任された。テリーはその4年後にニューヘイブンで死に、 そこのグラブストリート墓地に埋葬されている。1967年、ABS テレビのシリーズもの、カスターに登場し、ロバート F ・サイモンが演じた。このシリーズでは、ウェイン・マウンダーが演じる無作法なカスターとテリーは、しばしば衝突する。ありがとうございます。